2年前の爆弾低気圧で、ハウスの一つ亡くなったので、見積もりを、これもヤンマーさんにお願いして、100万はくだらないということで、それだったら、見積ないというのがあるっていう聞いたので、そっちの方向やってみよう、シフトしてみようかなと思って、ちょっと勉強したら、コストが何から考えると多分3分の1までがなくても半分ぐらいになるんじゃないかなと思ったんで、新規購入してもこれ絶対助かるなと思ったんで、それがきっかけですね。観光でやった場合に3850枚、でとても単当たりに直すと 22.5 枚なんで結構少ない方なんですけど、それでも管理とか、まあ、大変なんで、それを半分以下にできればなと思ったんですけど、だいたい1700枚になりました。で、使った量がだいたい1660枚、単当たり 9.5 枚ぐらいじゃないですかと思うんです。主作業に関してはうちはスマットをやってたので、スマットは、山の説明からするとやってはいけないというふうに言われていたんですが、多分うちの実績としては、もう5、6年になるので多分大丈夫だということで、やりましたが、一番気をつけたのはやっぱり、薬系ですかね、水分の量ですね、を非常に気を使いました。実は密内にしたと同時に、測定施肥もやったんですけど、その感覚どうかわからないですが、収量的には、去年以上の収量を取れたので、田植えが17ヘクタールを3人でできるというメリット、それから、育業の経費、それから食べの経費全部ひっくるめると昨年よりは、まあ、数字的に言うと50万から70万の減になっています。苗運びに3人、苗継ぎに2人、運転士1人で、6人体制でやっていました。それが密内にして苗運びは3人で一斉にやります。朝、苗根につけて昼まで植えて、また昼に苗根つけてい、くという感じで3人でやっています。それでも時間があまりにも余ってしまうので、何かしらもうちょっと違うこともができるかなという感じです。冗談なんですけど、うちの従業員が暇な時間が多いのでタバコ代をくれないかっていうのが冗談で言っていました。それぐらい、暇な時間があるので違う仕事ができる。例えば苗箱の整頓とか、それから隅々の捕食とか、そういったことができるので、疲れというものはほとんどないというふうに言ってました。白柿を丁寧にやるということは、まあ、もちろんなんですけども、植えた後の水張りを遅らせると、それでもそんなに草雑草は生えないので十分それで対応できるかなと思いました。観光やってないので全然わからないんですけど、さっきも申したんですが、測定にした結果かもしれませんけど、平年、例年以上の収量は上がりました。だいたい地区平均と同じかやや上の量がありました。失敗するんじゃないかということを言われたんですが、石川県のデータとか富山県のデータとかを参考にさせていただいて、これいけるなと思った結果、周りの意見に反してですね、
結構狩猟もそれから生育も素晴らしいものがあったということで、途中から、見学者がすごく増えて、周りの人からは、まあ、これで、よその人よりも1票ぐらい不足でも経費からすると同じぐらいの収入が得られるんじゃないかというふうな、ことを言われました。3つないというよりもこれが主流になるのかなというふうな気持ちはあります。ただ、まだこれからの改善点は多少あるんですけども、津軽は津軽、南部は南部、東北は東北の育苗というものをきちんと確立しないと必ず失敗する時が来るので、やっぱり山田さんが温度を取って、県なり市なりに、指導を仰ぎながら、密内の育苗の津軽バージョンとか南部バージョンを確立していって失敗しないようにしていったらいいと思います。ほとんどしてますつが、多分機械買うというまでいかなくて、でも例えばうちの周りでも 3,4 人ぐらい山の機械使ってますので、今年は半分ぐらいやるとか、今年は2丁分やるとか、そういうふうにしていくんじゃないかというのもあります。